富樫選手が日本中、世界中の在庫を全部ちょっと買い占めようとしていると、ね、できるだけの在庫。なんかちょっとお話を伺うと10足キープしてるっていうふうに。できるだけ多く、はい。こんにちは、シュプールエディターの堀江智美です。今日はスペシャルなゲストさんが来てくださっています。富樫勇樹です、よろしくお願いします。今日は編集部が用意した質問に1問5秒以内でお答えいただくというスペシャルなゲームをご用意しておりますので、はいはい、頑張っていきましょう。頑張ります。そういう質問なのね。なんで、え、物？物じゃなくて友達。なんか海外の景色。バッシュは、ナイキの、はい、バッシュです。ゴルフです。分かってるけどやめられないもの。夜中のアイスクリーム。撮影の感想は、はい、ちょっと普段着ない服を着れてすごく楽しかったです。迷ったら黒。好きなブランド、ちょっといろいろありすぎます。田中大義です。ですね、プロなるときに地元の美容師さんに勧められてやりました。でも本当に1分ちょっとです。富樫選手、お疲れ様でございました。お疲れ様です。いかがでした、タイムアタック一問一答。意外とスラスラ出てきたのかなと思うんですけど、うん、ちょっと詳しく聞かせていただきたいところが何個かありまして、はい、お話伺ってもよろしいですか。はい、もちろんです。なんかちょっと今日シュプールということで、はい、ファッションシューティングをね結構がっつりさせていただいたじゃないですか、はい、でその時に服を着る時のルールって話をされてたと思うんですけれども、はい、迷ったら黒って結構すかさずこうビシャーっとおっしゃってましたけど、うん、はい、普段って本当に真っ黒な服しか着ないんですか。な服だけではないです。でも多いっていうのと、もう面倒くさかったらとりあえずっていうところあります、黒を着るっていうのは。なんかさっき紙面の方のインタビューの時に黒以外でもなんかピンクにワンちゃんの柄がプリントされた素敵なニットを購入されたっていうふうにおっしゃってましたけど、そういうのもあります。ちょっと柄がね派手なシャツだったり、例えばですけどニットだったりっていうのもあるんですけど、まあ、基本的にはやっぱり黒っていうのだと困ったら黒。おー、そうなんですね。ちなみに今日バッシュをね、はい、ご自身が普段愛用されているっていうものを1足お持ちいただきましたけれども、はい、なんかちょっとお話を伺うと10足キープしてるっていうふうに。いや、なんか同じ型のものを10足、ね、今でいうと同じ色同じ型のものを多分20何足練習会場にストックあります。でもこれに関してはもうなんて言うんだろう、発売も もうしてないんですよ。でもすごく気に入ってて履きやすいっていうのがあるのでこれですね。素敵でございます。ありがとうございます。めちゃくちゃシンプルなんですけど、はい、履きやすい、動きやすい、やっぱそれが全てなんですけど、で販売も中止になってしまったので、ね、できるだけの在庫を。富樫選手が世界中の在庫を全部ちょっと買い占めようとしていると。いや、全部ではないですけどできるだけ多く、はい、自分が買い占めようと。買い占めて、はい、そうですね、これをあと何年か履き続けたいなと思ってはいます。いつ出会ってますか。これ自体出たのがいつなんだろう、1、2年前だと思います。じゃあ 1,2 年前に出会ってからでもほぼ毎年のようにこのシリーズは出てるんですよ。うん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 、なのでナイキって結構新しく、なんて言うんだろうな、新しくなっていくので同じシューズをずっと履くことってできないんですよ。うん、なるほど。どんだけ気に入ってても。なのですごく気に入ったシューズはたくさん在庫というか確保して。確保して。向こう数年は履ける。はい、ちなみに一足どれぐらいで履き替えてるんですか。僕なんか一足を履き潰すというよりは結構練習だったり試合だったり遠征だったりとで同じシューズなんですけど試合は試合用であって。うん、
練習は練習用であってっていう感じなので、なんかいつどれぐらい履いてなくなっ、あのね、壊れてるかっていうのがあんま分かんないです。美味しいガーリックシュリンプが食べたいです。行ったところない、ね、とこでやりたいので、ちょっとどこだろう、アフリカ。まさかりょーちんがメインとは。まあ、でも一番桜木花道が好きです。アレン・アイバーソン、NBA 選手です。まあ、コミュニケーション能力、移動時間音楽も基本聞かないので隣のいる人と喋る。なんだろうな、あんまないけど友達に電話する。でもやっぱスポーツやってると思うのでサッカー選手かな。生まれた時から両親の影響でもう周りにずっとバスケットボールがあったからかなと思います。ちょっとスラムダンクの話してもいいですか？はい、なんか別のちょっと媒体のインタビューなんですけど、ちょうど映画が公開されたタイミングで富樫選手がお好きなシーンはどこですかっていう質問、やっぱもう本当に多分ごまんとされても本当そんなの聞きもう話飽きたわって感じだと思うんですけど、めっちゃ同じだったんですよ私と。なんて言ってましたその時？まず安西先生が震え見てるか、多い矢沢見てるかってとこ触れてて、はい、めっちゃ一緒って私は思ったんですよ。それについてちょっとお話伺ってもよろしいですかっていう。だってやっぱりまさに今がそうじゃないですか。お現実で八村選手と渡辺優太と2人が NBA で活躍されてるって、はい、予言してたんですよ。だからそこでもうスラムダンクのあのシーンは今の状況を予言してたと。はい、 いやでもすごいくないですか。多分あれ書いた時なんて、いやいやいやと。 B リーグの美の字もなかった時代ですからね。もちろんそうですし、誰もコートにも多分その当時はまだ立ってない、多分田淵さんもまだ立ってない時に、うんうん、だと思うんですけど、本当にまさか2人が同時に同じコートに立ってるなんていうことが想像つかなかったような時だと思うので、今これが現実になっていると本当にすごいことだなと思います。ありがとうございます。映画スラムダンクでは宮城亮太同じポジションの、はい、これまた多分死ぬほど聞かれてもまたかって思うかもなんですけど、はい、宮城亮太がスポット当たってましたけど、それに関してはどうですか？いや、びっくりでした。まさかって思いました。三能戦をやるなら。そうなんですよ、まあ、三能戦をやるっていう情報をちょっと聞いてたので、うん、まあ、どんな感じなのかなと。まあでもあのシーンをね、やるんだろうなと思ってたんですけど、まあ、始まりから含め、あ、そうね、両親メインの 話というかの、その過去の子供の時の話だったりをするんだなと、うん、ちょっとびっくりしたのと、まさかああいうストーリーが隠されてたとは、すごくいい話でね、感動しました。じゃあちょっと最後にワールドカップへの意気込みを聞かせていただけますか？ワールドカップへの意気込み。意気込みですか？ちょうどシュプールが発売されるのが8月23日、はい、開幕2日前ということで、ちょっとそのあたりをね聞かせていただいたら。もちろん見てほしいのもそうなんですけどね、ちょっとこのコロナ禍をようやく少し抜けたやっぱ感じがあって、あの B リーグの方も声出しの応援が昨シーズンようやく解禁になって、でさらにね、そのままこうやってワールドカップに行けるので、いやすごくそのホームの力を借りていい試合できればなと思いますし、まあ今回沖縄で予選が開催されるんですけど、正直かなり強いチームが同じグループリーグに3チームいるので、まあ本当に厳しい戦いになるかなと思うんですけど、まあさっき言ったようにやっぱ本当にホームの声援を念にねプレイしたいなと思います。なかなかチケットが取れないという連絡が。取れません、大変なんですこれが。友達からも取れないんですよね。来るので皆さん頑張って取ってください
助けてはくれない。頑張って撮ってください。助けてくれ。ちなみに B リーグのチケットも今かなり取りにくくなっておりまして。あ、そうなんですね。はい、もう注目度の高さを私は感じております。それは嬉しいことではあるんですけど、はい、そうですね、やっぱりいろんな人にも見に来てもらいたいというのもあるので、地上波とかでもね、放映が始まっておりますので、そちらをチェックしていただいて、ぜひ。はい、ということで今日は富樫選手にたくさんお話を聞かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。富樫選手が登場するファッションシューティングはシュプール10月号8月23日発売の号に掲載させていただいておりますので、ぜひ紙面をご覧になってください。動画へのコメントもお待ちしております。お待ちしてます。それではまた、バイバーイ。バイバーイ。